はい、えっと。それでは始めていきたいと思います、えー、プライベートクラウドのコンソール画面をえ、ネクストジェイスのアップルーターでフルリープレイスした話ということで、株式会社サイバーエージェントのま平井です。よろしくお願いします。えー、今日のまあアジェンダがこちらです。まず、えっと私が所属している ciu という組織のまフロントエンドのま説明。 の後に、えー、なぜ NEXTJS を使っているのかの話をしてでその次にアップルーター化までの道のりただまあ結果と所管と今後の展望という感じで進んでいきます、えー、と改めて自己紹介で、えー、株式会社サイバーエージェントのグループ IT 推進本部という、まあ、前社の、まあ、組織の えとフロントエンドのまあユニットのえとまあちょっと長いんでよく略して CIU って言うんですけどインフラの組織でフロントエンドよりのことをしていますであとまあ e g r o e s っていう ICMA スクリプトのコミュニティの主催をまあ先月引き継いだのでまあや,っていますやっていきますという感じですと早速 CIU のフロントエンドについてお話ししていきます えーまあ、最初にお話ししたんですけど、まあ、インフラの組織でフロントエンドって何,みたいなな何をするのみたいな感じだと思うんですよね。で、CIU のフロントエンドのまあタスクとしては、まあ、えっとこちらのまあサイクラウドっていうまあプライベートクラウドがあったり、であとは AKE っていう、例えばまあこれはクワイティスをサービスとして提供しているまあものになるんですけど、まあ、こちらの関連サービスのまあ開発運用で、これ以外にも結構いろいろあるんで、今回、説明していきます。 えー、CIU フロントエンドの役割としては、えーとこまあ、先ほどのサイクラウドだったり、あと AKE はまあ基本 CLI で操作するんですよね。で、でインフラ、どうしてもクロート向けの印象が強いんで、それをなるべくまあ利用者数を増やせるように、簡単にしようということで、GUI を作ってます。 まあえーまあ、GUI どういうものかっていうのもここから画像を交えてお話しするんですが、まあ、一旦 AWS だったり GCP だったりの、まあ、なんかサービスの画面を想像していただくと早いと思いますで、まあ、例えば先ほどはちょっとモ,モザイクの面積の方が多いんで訳わけかんないんですけど、まあ、例えば AKE っていうクワイエンティスを、まあのクラスター作ったりなんかこうアドオン入れたりとかを GUI でできるようにしてたりであと最近だとまあ ML 方面結構注力してるんで ML の まあ学習回したりするまあものを WebUI として提供してたりであと、こうちょっとマイナーなんですけどまあ僕がもう1人で全部担当したやつなんでちょっと出そうと思って出してるんですけどまあこう IAM AWS とかにもあると思うんですけど IAM とかも,も CLI じゃなくて全部 GUI でできるよみたいなことをしているまあチームになってます。体制としてはマネージャー2のエンジニア2なんですよね。で サービスタイムエンジニアがこれ出すと10対1になっててサービスの数が20個以上あるんでこいつら全部の WebUI を2人で見てる状態になってるんでこんな感じになるよねっていうなんでこれをどうにかすべくまずフロントエンドエンジニアが少ないっていうことはフロント以外が開発に入ったりあるいは外注に回すことが結構あるんですよね。 ってなってくるとなんかこうバックエンドの方がフロントあまり慣れてないけど書きましたみたいなものをまあもう正直平気でマージしたりもするんでまあそれでもまあこうフロントのコードの質を落とさないとかまあえと外注でいろんなコード混在している中でそれでもサービスの質を落とさないまあちゃんとみんなが把握できるようにするみたいなことをやっていかないといけなくなってきたので実は前回コードの自動生成という話で えっとまあちょっと外部のイベントで喋ったのがあったんで、これもまた後ほど案内します。まあ、コード自動生成である程度どうにかしようみたいな話があって、今回話すのが NEXTJS を入れることで、よりまあなんかその崩しにくい、質を高めやすいみたいなことができるよっていう話をこれからしていきます。えー、まあなぜ NEXT を使うのかっていうので、めちゃくちゃ最近、こういう記事が出てた気がするんですよ。 一応注釈で入れまししたた、まあ、面白い内容でしたね、はいでえー、戻って CIU のフロントエンドチームの方針についてで、まあ、先ほどの話にあった通りで、まあ、品質についてにまあ着目してサイクラウドのサービスの WebUI をまあ誰もが一定の品質で作れるようにするっていうのを目標にしてます。 でえー、フロントエンドの仕事としてはこの、まあ、誰,もでき誰もができるようにウェブ技術からサイクラードに必要なものを下選択してでそれかつ、えっと、その下選択したものをまあ進化していくのでそれに追従していくみたいなことが求められます。 ということで、ネクストを使っていくんですが、ネクストを使うわけとしては、一番でかいのが、リアクトを結構サイバーがまず広く使っているっていうのがあって、社内にまず知見が蓄積しています。それが前提で,で、あとはネクスト自体がまあリアクトのベスプラみたいなのをまあ体現してますよということで、これ使うだけでまあ誰でもベスプラできるのって結構まあ理想ではあるんで、使っていく。あとはまあ昔は SSR のフレームワークだったんですけど、最近は結構、 もう説明しなくてもいいぐらい結構機能が充実して、まあ、なんかその手を抜くためだけのフレームワークじゃなくなりましたみたいな。であとはまあ一番今回話し,話したい内容としてはリアクトの破壊的変更ある程度吸収してくれますみたいな。っていうのとであとはまあよくちまたでベンダーロックインみたいな話も出ると思うんですけど、まあ、正直バーセル以外であまり困らないんですよね。でバーセル以外でも動くんで、まあ、全然使えますって感じで使ってます。でリアクえー、とネクストについてなんですけど、まあ、ネクストはまあいわば緩衝材っていう まあ、例えをしていてもこれ勝手に考えた造語なんで調べても出てきません。えっと、リアクトの API の中層仮想として中小仮想として使ってます。で、まあ、えっと中小化してるんで、まあ、えっとリアクト側で例えば RSC にまあ破壊変更入ったとて、まあ、ネクスト側がある程度吸収してくれるっていうのがまあ あるるんで使ってるであとはまあ当然使わない機能もあってで例えばなんですけど NEXT、まあのフェッチだったりであとはまあミドルウェアだったりあまり使わないようにしてるみたいな方針です。NEXT 知らない人が例えばフェッチって書いてあるのを見た時に まフェッチってこうオプションでキャッシュとかをコントロールするんですけどまあそのキャッシュが実まあネクスト有名な話ですけど上書きフェッチを上書きしてるんで変な挙動したりするんですよねっていうのをやめたりとかあとミドルウェアでプロキシしているとまあちょっと不自然な流れにはなるんでなるべくコンフィグの中に書いたりあと API ルーツでまあエクスプレスのまあルーターみたいな感じでやるとかをしないとまあなんかその知らない人がぱって見て分かんないよこれみたいになっちゃうと外注したう大変だったりするんで主者選択を行っています。 あとは NEXT の運用については、NEXTJS のサーバーをえっとクラウドラインにポンって立ててます。これだけで今は十分で,で、データ取得も CSR に寄せたので、これでなんとかできているという感じです。確かにバーセルは欲しくなります。ISR ってなんか昔あったと思うんですけど、あ,あれだったり。 まあ,あと CICD の最適化とかもバー性に乗せたらまあ当然早いんですよね CICD は。なんですが CIU では特にここら辺だとまあセルフホステットランナーを OSS として作ってるんでこれを使ってまあスピードは結構上がってるみたいな。あとエッジネットワークとかは今使ってないんですが CDN あたりをまあ設定すれば賄えるんでまあ大丈夫かなみたいな感じで CIU では運用しています。 でここまでが NEXTJS を採用した流れと、まあは、えー、とは運用方法についてだったのでここからアップルーター化についてお話ししますでアップルーター化の動機については、まあ、一番大きいのがフロントエンドの技術的な成長で,で、まあ、えっとサービス数が結構多い中で、まあ、ただでさえ運用が大変なんで、まあ、その中で成長するってなるとやっぱり新しい技術結構触っていかないとなみたいな感じで RSC を使おうとしたんですが、まあ、いかんせん まあ安定してないとっていうことなので NEXT をまあ先ほどから言っている通り使ってます。あ,あとはダイナミックレンダリングっていうのからスタティックレンダリング前提に変わったっていうのが NEXTJS のアップルーターではあったので CSR 我々はしてて SSR ほぼしてないのでまあスタティックレンダリングをまあフルで活用できるんでまあシンプルにパフォーマンス上がりますっていうまあ予測ができてたので。 まあプルータ化しようだったり、あとの NEXT がプルータ前提で機能を開発し始めたりしたので、なるべくまここら辺の API を使ったらまあより簡単に WebUI 作れるんじゃないみたいな話が出たのでまあやっていきました。今回はプルータ化するサービスは最初にちょっとだけ紹介したんですが、と IAM という統合認証基盤の WebUI です。 でまあ、こちら、まあちょ、ちょうどいいところにあったっていう感じなんでやるんですけど、まあ、サイクラウドのユーザー向けなんで、プライベートクラウドを使う方々が使う。すで既に CLI の方ではオプションが全部、まあ、使える状態なので、まあ、API が叩けきる状態なので、まあ、最悪 WebUI が壊れちゃっても CLI の方でどうにかなるみたいなのもあったり、であとはページズルーターでちょうど作りかけの WebUI が転がってたので、これを僕が、まあ、こうやっていくみたいな感じです。で、まあ、やっていきます。 えっとまず、ネクストのバージョン更新でえっと12から13にありました。13以降のときはもうコードモッドで全部やって、例えばリンクのエレメントの扱い変わったりとか、いろいろあったんですけど、そこら辺の変換を行って、変換も俺は手作業で直しました。あとはリアクトとリアクトドムもまあ16だったんで18に変えて、コードモッドでやっとこのインポートリアクトを抹消できました。あとはページ図をまあアップに変えていくんですけど、これドキュメントにもう 順番があってちゃんと書いてあってであの空のアップフォルダ作ってそこに入れていけばいいよみたいなあの共存できるよみたいな話があるんでもう共存させながら進めていきましたでまあ API ルーツとかは結構ちょっと苦戦するんでまあ最後まで残してで API ルーツを移行したタイミングでルートレイアウトに全部移すみたいな感じでいくと結構まあ沼らなかったですであとはユーズクライアントのディレクティブ追加でまあこれなんですがえっとシェルで最初全 コンンポーネントファイルにダダダダ,ダってこう先頭に入れてったんですけどよくよく気づいたらなんでサーバーコンポーネントを使ってんのみたいな状態になったのでこう境界線をちゃんと作んないと意味ないよねみたいな感じになったのでなるべくサーバーコンポーネントを使ってエラー出たら手動でもうユースクライアントをつけるみたいな感じでやっていきました、はい、あとはまあクライアントコンポーネントはサーバーコンポーネント含めないのでチュートレーン必要なんで追加していくよみたいなことをしました であと RSC に当然対応しないライブラリもいっぱいあるんで、まあこれはもうリエクスポートみたいな感じで、ユースクライアントをつけて、もう一回エクスポートするっていうことをしてました。あんじゃったでちなみにえと、マテリアル UI と NEXTUI の両方を実は試合で扱ってて、まあ、これをやっていたんですが、結局 NEXTUI の更新がやばすぎたんで、今、内省してます、UI を。でこれをまあ,まあ今後また話していく予定です。で テスティングは結構サーバーコンポーネントしんどいんで、もう普通のリアクトコンポーネントにして、それをテストしてから輸入するみたいな感じにしてます。あとは、ゲットイニシャルプロプスの移行です。久々に聞いた方もいると思うんじゃないでしょうか。で、これはえっと一部のページで、古くからいるページがあったので,で、それの中でイニシャルプロプス使ってて、これをまず NEXT のフェッチで置き換えたんですが、キャッシュでまあ微妙というかちょっと大変なことになっちゃったので、それでやめて CSR に寄せて、 で最終的に SWR をラップしたフックスでクライアントサイドでフェッチしてます。このフェッチ関連についてで,で調査した内容なんですがえっとクライアントサイドのフェッチは NEXT によって拡張されなかったんですよね。でえっとユースエフェクトの中でフェッチを呼べばまあサーバーサイドフェッチにならないので当然拡張されないっていうのにまあ結構後々気づいてあじゃあいけるねっていうことで SWR 使ってまあ NEXT が持っているフェッチと似たような重複排除とか あとキャッシュ機構とかそこら辺入れてやってみました。というのと、あとまあしれっと状態管理に SWR を今使ってて、最初リコイルだったんですが、リコイルもちょっと移行が結構大変というか、アップグレーが大変だったので, S w R で、SWR、え、で、っと、キャッシュを状態とみなして今、使っています。はい で次がちょっと手こずった API ルーツからルートハンドラーズに変える内容でえっとまあこれまあやり方は簡単で Pages API がなくなってアップの中にルートって名前でファイル作るとまあこれが勝手にできるみたいなであと HTTP メソッドの名前でファンクション作ってエクスポートなんですけどまあ書き方変わるんでまあこれ辺は手作業でちょっと直したりであとまあ認証の NEXTOS はまあ全部対応されてたのでまあドキュメント見ながら直したりとかでまあでも最後までちょっと えっとレクト、まあ、レスがあのイミュータブになっちゃったんで、まあ、これ、おいおい、ちょっとお話し,します。えー、おいおいって言ったら、今出てきましたね。えっと、HTTP プロティシーってやつを実は使ってて、でこれ、コルスを避けて API 叩くためにやってたんですが、ルートハンドラーズでは前、ちょっと前のスライドのルートハンドラーズの部分のリクエストとレスポンスの部分のこれ。 がイミュータブルになっっちゃったんで、すよねでこのライブラリーが、えーまあ、HTTP プロキシをそのまま使っても同様のことが起きちゃったんですけど、まあ、リクエストとレスポンスを上書きしちゃうんでエラーになるみたいな。なんで全く動かなくなっちゃってコールスエラー出まくってサービス止まるみたいなことになりそうだったので、まっ、あ、たどうにかしないといけない。まあ、でもやめる、やめて。で、コンフィグでよくよく考えたらできましたみたいな感じ。NEXT、まあのまあコンフィグにリライツでパッてプロキシを書いてみたみたいな感じではいできました。まあ、これはちょっと負債の解消って感じになりました。 あとはヘッドの移行で、ネクストヘッドじゃなくて、えー、とメタデータってやつエクスポートする風に変わるんで、まあ変,わまあ、変わったのでやったって感じです。で UI の実装に専念できそうだと思ったんですけど、まあ、HTML 感ある文法からもうどんどん離れていきましたよね。まあ、オブジェクトなんで宣言的に書けるんで、もう何でもいいです。でえー、と最後にまあ i h 8 n 対応で、 えーとまあユーズルーターっていうまあフックが NEXT の中にあるんですけどこいつにロケールが乗らなくなっちゃったんですよねアップルーターになってからなんでもうどうしようもないんで変えないといけなくなってでまあミドルウェアを使うなって最初言っちゃったんですけどミドルウェア使ってみたんですよねでまあ割と苦し,い割と苦しくなっちゃってしかもミドルウェアだとリクエストに対してはできるんですけど例えば UI でスイッチで前後をポチってちり替えたりしたときにまあリダイレクトする必要とかもあったので結局フックスも必要になる。 フックスのために、えっと、コンテキストを使ってプロバイダーで、まあ、ステートを流すみたいなことになっちゃったんで、もうこれしんどいねとか、であとはエラーページが全然対応できなくて、えっと、アップラングにしようみたいなことを公式のディスカッションとかでもちょくちょく出るんですけど、まあ、これするとエラーページ無理なんで、まあ、ローカルストレージに持っていくかってなると、まあ、例えば i 1 h n e x t とかで対応するみたいなで、それが成熟するの待っていいよねみたいになったので、えっと、対応は断念しました。 とまずまあもう一番ベタなバンドルアナライザーで計測したんですがなんか増えちゃったんですよねっていうのでまあ増えた要因はえっと UI をちょっと実は NEXTUI やめて自前で作ったやつがちょっとでかくなっちゃってますみたいなことが要因でしたで,で、まあ、その一方で、えっと、ページズルーター時代だと2.45メガで 対2.23で,で、アップルタジアイと2.57対3.4で、これれこれそれぞれクライアントサーバーで、サーバーの方に結構持っていけたので、まあ、これは良かったねみたいな感じになりました。で、ライトハウスに関しては、まあ、当然パフォーマンス上がりました。で、まあえー、っとスピードインデックスの方が結構4.8秒もかかってたのがだいぶ速くなったんで、まあ、これは RSC というよりもスタディックレンダリングがぶっ刺さったねっていう結果になりそうです。 良かった点として他にはまあフォルダの表現力が上がりました。で、ルートグループスとか、あとプライベートフォルダーズとか、まあ、ドキュメントに書いてあるものを使って、いろいろフォルダのパスで表現できるみたいなだったり、あと RSC の仕組みのインプットをまあしっかりできました。 で、いまいちだった点としては、まあと、もう、現時点でライブラリーのまあ追従ができていない部分もあったりするので、まあ、この辺は自前でどうにかするとか。で、あと、テスティング方面がやっぱり、まあ、結構しんどくって、テスティングライブラリーで、えっと、サーバーコンポーネントをテストできないんで、まあ、これを外部に取り出したりとか、結構ごちゃごちゃやっちゃったりしました。であと、パフォーマンスについても、ネクストのフェッチ使いたいがために、フォースダイナミックってやつをまあ使ったんですが、これやると、パフォーマンスが激悪化しちゃって、で、全ページで、 あのルートレイアウトでフォースダイナミックつけた結果全ページが SSR かつページの生成もやるみたいな感じになっちゃったので、まあ、ちょっとこれは見送ってクライアント側に寄せたみたいな感じですであと iChat への対応はもうそういう感じですで今後の展望としては、えー、とまあフェッチの仕組みの調査をまあ引き続き行って、まあ、ドキュメント化したりして、えー、と外注だったり、まあ、バックエンドだったりの方々に共有したりして、まあ、別に使ってもいいよみたいな感じにはしていきたいな っていうのとであとサーバーアクションが入ったので、まあ、これのベスプラ考察しながら14系に上げるであとはクレートネ e クス x ップ p ってあると思うんですけどこいつを今実は内省しようとしていてコマンド一つでウェブ u i がある程度できればいいよねみたいなことを言いながら、まあ、最近は語を書いています次回いつって感じなんですけど、まあ、フロントエンドエンジニア以外あるいはまあエンジニア以外がウェブ u i 作れるよみたいな話を、まあ、どっかでやろうかなみたいな話ですはい 以上になります。ご清聴ありがとうございました。